方々。参る。幼い安徳帝と共に都を落ち、一旦九州に退いた平家がその勢力を盛り返して京に迫り、陣を敷いたのがこの一ノ谷。その陣に背後から奇襲をかけたのが源義経様でございました。平家の総大将は平宗盛様。この時一ノ谷を攻めた大将が義経様であることなど知る由もございませんでした。一ノ谷の東、生田の森に陣を張っていた御弟平宗盛様も重衡様もまたしかりでございます。義経様と平家の金立ち様方もかつてはまるで兄弟のようなひとときを持たれたのでございました。あの頃、この日のように敵味方になって戦うことになろうとは思いもよらぬことでありましたろう。義経様と平家ご一門の関わりは今から25年も遡るのでございます。その25年前といいますのは、幼名を牛若と申されていた義経様が生まれてすぐの頃でございます。平治の乱に敗れた源義朝様を父に持つこの幼子たちが、母時和様と共に京の都から落ち延びたのが春。その行く手を阻むように降る雪は、生まれたばかりのこの幼子の波乱の人生を予感させるようでございました。